トリスタン、またはトリストラムは、トリスタンとイゾルデや、アーサー王物語などに登場する伝説の人物。アーサー王伝説においては、円卓の騎士の一人となっている。トリスタンという名前がピクト系であり、また、トリスタンの父親の名前もピクト系であることから、トリスタンの起源は、ピクト人の伝承にあるのではないかと思われている。そして、この物語が、コーンウォールを経て、 ブルターニュエ、そして西洋の各地に移ったとみられる。フィリップ・バルテール、アーサー・オーシン大辞典は、トリスタン像をドラゴン殺しシカリュドコーチにたけたもの、メランコリー学史というキーワードを用いて表し、その多面性を指摘している。中世ヨーロッパの三文、トリスタンとイゾルで、またはトリスタン物語の主要人物である。 もともとアーサー王伝説とは別の伝説であったが、三分のトリスタン以後、アーサー王物語にも組み込まれた。マロリー版では、中盤において、ランスロット卿と共に、実質的な主人公として活躍する。一方、フランスの三分ランスロを下敷きにした北イタリアのトリスタン物語の傑作、円卓物語においては、トリスタンがランスロットを、 ににおおいいいてててもも恋愛においても凌駕しているまた、ウェールズ5番、トリスタンのテーマは、トリスタンとイズーの森への逃亡と、マルクによる恋人たちの追跡であり、マルクはアーサーを同行させる。トリスタンには、魔術的な力があり、彼に怪我を負わせるものは、彼が怪我を負わせる、あらゆる敵と同じく命を落とすとされる。フランス語での名称は、トリスタン、ドイツ語では、 トリスタン内しトリストランと、イタリア語でトリスターノとされる。トリスタンの伝説は各地で伝えられているため、版によって一致しないことが多い。多くの番で共通するのは、トリスタンはリオネースの王子という点と、トリスタンの出生前に父親を失った、あるいは父親が母親以外の女性と関係を持ち、家庭に帰ってこなくなったという悲しみから母親に、 トリスタンと名付けられた点である。以下において、あらすじを紹介するが、これは、多くの版で共通するところを紹介するものであり、細部が異なるバージョンは、無数に存在する。ゴットフリート版では、両親の名前は、リオネスの王、メリオダスと王妃ブランシュフルール。これが、マロリー版では、母の名前はエリザベスとなっていたりする。また、マーク王にしても、 マロリー版やゴットフリート版では、母方のおじであるが、父方のおじとなっている版もある。いずれにしろ、トリスタン伝説において両親は、物語の出だしのみに登場するだけであり、中盤以降は登場しなくなる。その後は、トリスタンはおじであるコーンウォールのマルク王の下に身を寄せることになる。トリスタンとイゾルデアイルランドの使者として、モルオルトが、コーンウォールに貢ぎ物を要求するが、 マルク王はこれを拒絶。事態がこじれたので、モルオルトとトリスタンが決闘することになるが、トリスタンはモルオルトに勝利する。敗北死重傷を負った、モルオルトは、やっとのことでアイルランドに帰還したが、直後に死亡する。このモルオルトが、アイルランドの王族であったため、後に、恋人となるアイルランドのイゾルデとの間に確執が生じることになる。一方、 モルオルトの剣には毒が塗られていたため、トリスタンも傷口が腐敗するという重傷を負い、傷を治療できるのはアイルランドのイゾルテのみであった。モルオルトを殺したトリスタンはアイルランドの仇となっているので、トリスタンはタントリスという本名をもじった偽名を名乗り、アイルランドに渡る。そこで身分を隠して治療を受ける傍ら、イゾルで姫と心を通わせ合う。しかし、治療が終わると、 トリスタンはコーンウォールに帰国する。コーンウォール帰国後、たびたびトリスタンがイゾルデの美しさを口にすると、未だに独身であったマルク王が興味を持ち、トリスタンに対し、イゾルデを妻としたいから連れてくるように、との命令を出す。マルク王がトリスタンに、このような命令をした理由として、番によってトリスタンの功績を羨んだ定身は口を出した。あるいは、 マルク王自身がトリスタンを嫌っていたとの説明が入ることが一般的である。再度のアイルランド入国を果たしたトリスタンは、竜を退治したり、正体が明らかになったことで、モルオルと殺しの責任を追求されたりもするが、アイルランド王から許しをもらい、イゾルデをコーンウォールに連れ帰る。この時の会議の船で、トリスタンとイゾルデがよぎって、美薬を飲んだことから、お互い愛し合うようになり、 これが、後の不幸の伏線となる。無事に、イゾルデとマルク王を結婚させたが、これからトリスタンは、マルク王との確執に苦しむことになる。番によっては、この結婚以前に、トリスタンが、イゾルデの諸女を奪ってしまっていたため、マルク王との諸夜において、イゾルデの代理として、事情をよこすエピソードや、不倫をしているとの疑いを晴らすために、策略を用いたりするエピソードが存在する。 マルク王の性格は、番によって様々な相違があり、トリスタンを羨む停心に残限され、心ならずも、イゾルデとの中を疑うという、好意的な人物に描かれることもあれば、トリスタンを嫌い抜く悪人とされる番もある。いずれにせよ、トリスタンは、宮廷内の確執に耐えられず、コーンウォールを出ることになる。コーンウォールを出たトリスタンは、旅の途中、番によって羊は異なるが、 かつての恋人と同盟である、イゾルデという女性と出会う。これ以降、二人のイゾルデを区別するため、アイルランドのイゾルデ姫は、金髪のイゾルデあるいは、美しいイゾルデと呼ばれ、ここで登場した女性は、白い手のイゾルデと呼ばれることになる。トリスタンは、白い手のイゾルデと結婚する。彼女と結婚した理由として、名前が気になったから、白い手のイゾルデあるいは、 白い手のイゾルデの兄と友人になったから、などと説明される。しかし、金髪のイゾルデのことが忘れられなかったトリスタンは、白い手のイゾルデという顔を同じにすることはなかった、と説明が入ることが多い。そんなある日、ふとしたきっかけからトリスタンは、瀕死の重傷を負ってしまう。これを治療できるのは、金髪のイゾルデしかいない、ということで死者がアイルランドに派遣される。この時、 トリスタンは帰りの船にイゾルデが乗っているなら白い方、乗っていないなら黒い方を掲げてくれるように依頼する。果たして金髪のイゾルデを乗せたアイルランドの船がやってきた。もはや動きもままならないトリスタンは妻である白い手のイゾルデに穂の色を尋ねるが、彼女は嫉妬から黒い穂ですと答えてしまう。この答えに絶望し、気力をなくしたトリスタンは、 金髪のイゾルデの到着を待たず死亡した。マロリー版などでのトリスタン卿は、マーク王の確室から、コーンウォールを出た後、円卓の騎士として、数々の活躍をするエピソードが追加されている。ただし、トリスタンとイゾルデとアーサー王物語は、もともと別系統の物語なので、様々な整合性の取れない点が見られる。例えば、マルク王は、コーンウォールの王という設定だが、 アーサー王物語前半では、アーサー王の母であるイグレーヌの前夫、ゴルロイスが、コーンウォール皇として、領地を支配していることになっている。一方のマルク王は、物語初期のブリテンの統一戦争、終幕のカムランの戦いなどに登場しないが、トリスタン教に関わる中盤のみに領主として登場する。また、マロリー版では、トリスタン教は、イゾルで一筋というわけではなく、 イゾルデの登場前に、セグワリデスプ人と恋仲だったとするエピソードも挿入されている。さらにおじのマルク王もセグワリデスプ人に化装しており、この時からマルク王とトリスタン教は対立関係にある。武勇においてトリスタン教は円卓最高の騎士であるランスロット教と並ぶ騎士であり、数々の武勲を残している。交友うう関係としては、ランスロット教、 ラモラック教やディナダン教らと仲が良い。また、イゾルデに恋心を抱くパロミデス教と対立し、後には友人となるエピソードが比較的よく語られる。あるやり試合でアーサー・王の敵方について、優れた円卓の騎士を打ちまかす方が名誉が得られるだろうというパロミデス教の提案に乗り、変装した上で、パロミデス教、ガレス教、ディナダン教の4人で、 ガウェイン教らをはじめとする円卓の騎士の多くを打ち倒したりもしている。マロリー版では白い手のイゾルデと結婚するものの金髪のイゾルデを愛し続け、ついには金髪のイゾルデと駆け落ちする。グエネビア王妃との不倫関係にあったランスロット教が喜びの城を二人の住まいとして提供し、幸せな日々を送ることとなる。パロミデス教をキリスト教に改修させた後、 トリスタン教は物語に登場しなくなる。その後、ランスロット教らの口から世間話の一つとして、マルク王と和解して、イゾルデは結局アイルランドへ帰された。だが、マルク王は、トリスタン教をひどく恨み、イゾルデの前で立て事を引いている、トリスタン教の背後から心臓をひとつきにして、殺害したと語られる。また、マロリー版には登場しないが、 イタリア・スペインの騎士物語では、トリスタン教は、金髪のイゾルデとの間に、男女一人ずつの子供を儲けたとするものもある。なお、このトリスタン教と同盟の息子、トリスタン2世は、コーンウォールの王となり、カスティリオの妹と結婚するなどのエピソードがある。ありがとうございます。